種子の表皮にある指紋定常紋が読み取れる指紋とは、指先の皮膚にある幹線の開口部が隆起した線によりできる紋様。またはこの流線の形作る模様が物体の表面に付着した後。指紋の形状は人によって全て異なり、修正不変という特徴を持つと言われている。また、正紋や足紋も同様の特性を持っており、これらを総称して、 皮膚紋理と呼ぶ。遺伝子が同じ一卵性創生児同士であっても指紋は異なるが、指紋の特徴は遺伝するものであり、人種や地域ごとに文様の出現比率が異なる。日本人の中で最も多く見られる文様は過剰紋である。遺伝病である先天性指紋血如疾患や根上げり症候群、猛状式素性皮膚症等の発症者は指紋がないという特徴を持つ。 歌舞伎症候群の発症者は、定常門造化等特徴的な指紋を有する。台湾では5世代にわたって、先天的に両手両足の指紋がない一族が発見された。ただし刑事局は、溝が浅く肉眼では見えないだけで識別器では判別できるとしている。個々人で文様が異なるという特徴から、指紋は犯罪捜査や個人認証として利用されている。 日本では1908年の司法官僚である平沼喜一郎の報告書に基づいて1911年に警視庁が指紋制度を採用した。イギリスの医者、植物学者、顕微鏡学者ネヘミア・グルーは1684年に指と手のひらの溝構造に関する最初の論文を発表した。1685年にはオランダの解剖学者、 コバルトビドローとイタリアの医者マルチェロ・マルピーギは、溝構造の解剖学的特徴に関する本を出版した。1788年に、ドイツの解剖学者、ヨハン・マイヤーは、指紋が個人の識別に有用だと指摘した。1823年に、プリースロー大学の解剖学者、ヤンプルキニエは九種の指紋のパターンについて議論したが、個人の識別には言及しなかった。 1853年にドイツのゲオルク・フォン・マイスナーは指紋と摩擦の関係について研究した。1880年に天文学者ジョン・ハーシェルの息子ウィリアム・ジェームス・ハーシェルはインド総督府に在籍中に世界で初めて指紋の採取を行った。イギリス人のヘンリー・ホールズは1880年にイギリスの科学雑誌ネーチャーに 指紋に関する研究論文を発表した。ポールズは宣教師として1874年に来日し、現在の東京都中央区築地に今日構え、キリスト教の布教を行うとともに健康者という委員を解説し医療活動に従事した医師でもあった。彼は日本人が母院を利用して個人の同一性確認を行っていることに興味を持った。また1877年に、 モース博士により発見された大森貝塚から出土した数千年前の土器に付着した古代人の指紋が現代人のものと変わらないことに感銘を受け、指紋の研究を始めたと言われている。ホールズの研究は日本滞在中に行われ、発表も日本からイギリスへ論文を発送して行われている。このためホールズの居住地跡には彼の業績を記念して、 指紋研究発祥の地の記念碑が建てられている。1892年にフランシス・ゴルトンは指紋の分析と識別に関する詳細な統計モデルを公表し著書フィンガープリントで法科学に使用するよう提唱した。ゴルトンの指紋研究を学んだアルゼンチンの警察官ファンブセキッチは初めて犯罪捜査に指紋を利用した。彼はフランシス・ロハスが 犯行現場の結婚の中に残した指紋が彼女のもの以外ではあり得ないと示し、ロハスは殺人で有罪となった。1897年にインドで初めて指紋を扱う部局が設置され、指紋が犯罪記録の管理に用いられた。1901年にはこの制度がスコットランドヤードにも持ち込まれ、イングランドとエールズで指紋を用いた犯罪捜査が始まった。 1908年、日本の監獄局は、全国の監獄に、満期接近の受刑者の指紋を聴収するよう指示した。1912年、警視庁が、指紋採取を行うこととなり、司法省から18万枚の指紋原子を引き継いだ。1951年7月16日時点で、国家地方警察本部監視機関が保有する、指紋原子は500万枚を超える数になっていた。 粉末法では、対象によって様々な成分と色をしたパウダーを使う。炭素系のブラックカーボン、下ニウム系のホワイトパウダー、アルニウム系のパウダー、またはそれらの混合である。さらに、磁気系のパウダーや蛍光するもの、スプレータイプのものもある。また、凹凸のある、北硬質表面上からの遺留指紋を検出する、ためには気化させたシアノアクリレートを利用する。 比較する資料それぞれのうち、まず遺留指証門の対象となる指紋中の線が、時計回りに見て始まっている、点、開始点と止まっている、点、終始点、線が分かれる点、分岐点と線が交わる点、接合点が鮮明に確認できる部位を8点以上抽出する。次に、対象者の指指門から、同じ部位の特徴点を抽出する。 その後双方の特徴点の位置と方向を比較して、一致点と矛盾する点がないことの確認をする。刑事事件における、警察庁の判定基準は原則として12点以上の特徴点の一致である。近年のバイオメトリクスの発達により、指紋についてより多くのことが知られるようになったが、別人の指紋なのに同一指紋と認識してしまう、率は実測で10万分の1程度ある。 公的機関による指紋採取に関しては人権保護の観点から議論の対象となっている。軍や警察に所属する際には指紋を登録する場合が多い。日本ではかつて外国人登録の際に指紋のなつ提出が義務付けられており人権侵害として批判されていた。人権侵害は表向きの理由で実際には日本における 北朝鮮の諜報活動を容易にするためではないかと疑われていた。その後1980年代から1990年代にかけて指紋ナツの義務は緩和されていき、1999年には永住者、特別永住者だけでなくすべての外国人に対して撤廃されたが、2007年の出入国管理及び難民認定法により、 特別永住者を除く16歳以上の外国人に JBIS で入国時の指紋オーナツと顔写真の撮影が再び義務付けられた。アメリカ合衆国はアメリカ同時多発テロ事件以降に安全保障の強化を目的として入国時における顔写真撮影と指紋採取を義務付ける US ビジットを導入した。ブラジル政府はこの方針への対抗処置として アメリカ人観光客に対して指紋採取を求めるなど外交問題に発展した。日本でも2007年11月20日から入国審査で指紋採取、顔写真撮影を義務化する JBIS が導入された。初日には過去に不法滞在などで強制送還となった人物など5名が入国を認められなかった。韓国では1968年の北朝鮮の 武装工作員らによる青瓦台襲撃未遂事件の後、北朝鮮の諜報部員対策として、外国人は一律十指の指紋を登録することを義務付けていたが、2003年、高二式実る当時法務長官により人権侵害の恐れがあるとして、外国人登録法案の改定が進まれ、2004年に一旦は撤廃された。しかし、テロ対策などから、 再び法律が改正され、外国人登録の際の指紋登録が復活し、2012年1月1日からアメリカや日本と同様に入国するすべての17歳以上の外国人に対して指紋採取と顔写真撮影が行われる。これらの入国審査に際しての指紋採取については人権団体から批判が集まっている。指紋を用いた生体認証の技術は 普及が進み、現在ではパソコンなどに接続して用いる各種専用機器や専用の金庫も市販されている。一方でゴムなどで指紋を型取りして指紋を偽造する不正、犯罪もある。こうした偽造紙の誤認証を防ぐため、汗口など微細構造まで読み取る指紋センサーが開発されたり、ATM のように高度な安全性が求められる場合は、 指紋ではなく指静脈で認証したりする取り組みなどが進んでいる。タッチパネルを用いた電子機器においては指紋の皮脂などが付着して視認性が低下しないようにするため体指紋あるいは防指紋の専用フィルムが市販されている。ゴリラやチンパンジーを含め多くの霊長類に見られるように湿順な状態で物を掴んだり登ったりするような生活様式を営む動物種は 独自に指紋を発達させてきた。オーストラリアに生息するコアラや北米に生息する水生哺乳動物でありイタチかいたち族の一種であるフィッシャーでも指紋が認められる。ある研究によると人とコアラの指紋は電子顕微鏡を用いても判別が困難であるという。指の模様以外でもデジタルの世界で個人を特定する要素を指して指紋という単語が使われることがある。 クッキーや位置情報、ブラウザ情報やスマートフォンなどの端末情報などが該当する。日本語では、この個人を追跡するデジタル情報について、実際の指紋と区別するため、英語で指紋を意味する単語を用いて、フィンガープリントと呼ぶこともある。ニュース、マイナス科学宇宙、先天性指紋欠如疾患、原因は DNA 変異、ナショナルジオグラフィック公式日本。 コサイトハット歌舞伎シンドロームネットワークインジャパンキャラクタリスティック2008年2月3日閲覧レコードチャイナ大発見家指紋のない一族を発見ギネス申請も台湾2008年1月31日台湾の台北市で遺伝により両手両足の指紋が全くない一族の存在が明らかとなった台湾では初の事例としてギネス申請も検討されているという うなり声台湾、指紋がない木一家、遺伝かうなり声のブログ木振り店さんは37年前の入隊時に初めて指紋がないことが分かったそうだ。その時に父や祖父、兄にも指紋のないことを知った。そして子供や孫にも無指紋が遺伝している。AB 広報警視庁第26号ウェブ版警視庁監獄協会雑誌21巻10号。 諮問500万を突破前科発見も25%。日本経済新聞昭和26年7月18日3面。諮問検出粉末方法科学鑑定研究所。フィンガープリントパウダーディド。ハットエリック W ブラウンザシアノアクリレート。フーミングメソッド。佐藤勝美。在日韓国。朝鮮人20年の奇跡と直面する問題。諮問大夏問題に寄せて。現代コリア。 60から73。ザ・ソーシエテッドプレス。アメリカンズフィンガープリンテッドアットブラジルエアポート。USAT o d で2008年1月23日閲覧。法務省入国管理局。新しい出入国審査について。2008年1月23日閲覧。h t t p s a n k e p m s n c o m w o r l ニュース、11万1226、五1一兆1226億2053万13、N1、HTM 高精度の指紋認証センサー開発、東大院、d d s サンキビス2018年3月25日閲覧、生体認証機能水保銀行、アニマルフィンガープリンツ、2010年9月2日閲覧、ヘネバーグ、マッチ、ランベール、コセッテ M、D、 クリス・エム、フィンガープリント・ホーマ・プラジー、コアラズ・ヒューマンズ。naturalscience.com1 オリジナルの2006年11月14日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 6 1 1 4 0 0 4 1 0 5 h t t p n a t u r a l s c i e n c e c o m n a n o s e c o n d a r t i c l e s 0 1 0 4 n a n o s e c o n d h l l h t m l j a l s a a t s 占い資料館。 2008年2月3日閲覧。仮面上、横溝静止、角川文庫、1978年、ISBN978 から4から04130484から6、2収録。無料のセキュリティ重視ウェブブラウザー、アバストセキュアブラウザの最新版が公開。窓の森。2019年4月19日閲覧。AB。 ウェブブラウザーフィンガープリント解説ページ。明治大学セキュリティ研究室。2019年4月19日閲覧。インターネット広告の仕組み。パート3インターネット利用者の追跡。カスペルスキー。2019年4月19日閲覧。ありがとうございます。